はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイ、贅沢絞り、朝日の贅沢絞りの、キウイです。果実が2分の1個分、なんだ、果汁 13%、 人工甘味料不使用、アルコール度数 4%、原材料がウォッカとキウイフルーツ果汁と糖類と酸味料と香料。キウイ1個あたり 100g 足して、 100g として果皮などを除いた2分の1個の、果汁を使用しています。だそうです。キウイ味のチューハイって全然飲んだことないね。今までキウイ味のチューハイなんて飲んだことない。まあ、キウイといえば、なんだっけ、スーパーとかで1個100円で売られてるあのキウイね。あの黄色いさ、ゴールデンキウイみたいなのうまいんだよな、あれ。カンピー。なんだろう。なんか食ったことあるな。食ったことあるじゃねえや。なんか飲んだことあるな、この味。あ、青りんごだ。これすごい、青りんごにすっごい似てる。味が。青りんごの、かき氷の青りんご味みたいなのに非常に似てますね。でもやっぱりほのかに酸味があるというか。あ、これ、このゼスプリとかいうやつ。栄養素、素充足率は、身軽な、フルーツでナンバーワンらしいです。グリーンキウイとサンゴールドキウイっていう黄色いやつね。サンゴールドキウイが一番、高いみたいですね。まあ、でもこのさ、ゼスプリ1個100円とかすんじゃん。高すぎるよな。俺だとバナナ食うわ、バナナ。でも美味しいんだけどな、確かに。この特にこの黄色のさ、このサンゴールドキウイってやつもめちゃくちゃうまいんだよ、これ。まあ、グリーンキウイも美味しいんだけど、基本的にこのゼスプリスのやつは、非常に甘いですよね。このゼスプリブランドね。で、ローソンストア100とかに売ってる、キウイとか買ってみたことが何回かあるんだけど、ものすごい酸っぱいんですよ。うわ、酸っぱ！甘みかけらもねえ、みたいな。やっぱこのゼスプリのね、キウイフルーツすげえなと思って。本当に甘くて。まあ、値段だけのことあるなと思ってね。100円でさ、
3個入りとかのやつ。キウイフルーツ。ものすごい酸っぱいからね。あれ、なんか、聞くところによると、追熟をさせるらしいですね。買ってきて、なんか、リンゴと一緒に入れとくと、なんか、容器っていうか、袋、ビニール袋にね、リンゴと入れとくんですよ。リンゴ入れて、キウイも入れとくと、数日で、追熟して甘くなるんだって。なんか、リンゴの、出す、なんとかかんとか、かんとかが、キウイフルーツを追熟させるらしいですからね。そうなんだ。まあ、ぶっちゃけた話、リンゴも買ったことほとんど最近高いんで、ね、1個100円とかだからさ。高いんだよ。まあ、ただ追熟させないとすごい酸っぱいからね。ほっといても追熟しないんですよ。バナナと違って、キウイフルーツって、ほっといても追熟しないんですね。バナナはすぐ追熟するからいいんだけどな。これもあれですよね。急ぐ場合は、バナナやリンゴだって。バナナやリンゴなど、エチレンガスを出す果物と一緒に袋に入れておくこと、早く熟しますだって。贅沢脂肪。いや、最近寒くってさ、マジで。寒くって酒を飲む気も起きないっていう。本当に寒くて、もうあれですよ。タイツ履いてます、タイツ。ね。贅沢絞りは最近、キウイ味が出たみたいですね。まあ、贅沢絞り美味しいんだけど、ただ、アルコール度数が 4% って少ないんで、あれですよね。ちょっとそれは残念ですけど。まあ、非常に、美味しい。なぜかね、青りんごの味がするんだけど、まあ、美味しいですね、これはね。キウイ果実で、複数の果汁をブレンドし、複雑味と、バランスの良い味わいを実現しました。甘酸っぱいキウイ果汁を使用した、爽やかな酸味が特徴の味わいです。芳醇な香りとみずみずしい果汁感を楽しめます。マジで、ここ1年か2年ぐらいキウイ食ってねえな。マジで。まあ確かにうまいんだけどな。桃とかもそうだけど。いや、うめえんだよ。ただ、高えんだよ。なんかね、どうしても、高いなと思ってしまう。キウイはと、あれだよね、特にね、あんなこれぐらいの、ね、でかさでしょ。リンゴになったらまあこんぐらいあるけど。ね、リンゴだったらこれぐらいだからいいけど、キウイなんてこれぐらいでしょ。それで1個で100円つんだもんな。ちょっときついぜ。
も美味しい、これは。うん。まあ、バナナもね、一時期、流行りましたけど、バナナと、牛乳ね、うん。を一緒に取るとなんかいいみたいな。まあ、よくわかんないですけど。ね。まあ、バナナ吸収がいいのかな。ちょっとわかんないけど。ただ、腹持ちが悪いっていう。まあ、だから吸収、消化はされやすいのかな。朝飯にバナナ3本ぐらいで、食って、食って大丈夫だろうと思ったら、全然、すぐ、腹が減るっていう。バナナって吸収、消化にいいのかな？消化の良い。あ、やっぱバナナは消化にいいみたいですね。ええ。うんうん。おかゆ、うどん。風邪をひいたときにお医者さんから消化にいいものを取ってくださいと言われますよね。これは風邪で内臓の機能が低下していることから指示されます。なるほど。まあでもぶっちゃけた話、バナナってさ、全くさ、熟してない状況で食ってもさ、美味しくないもんね。もうなんか、いわゆるさ、なんだっけ、トリビアの泉で昔やってたけど、黒いつぶつぶみたいなやつね。あれが確かスイートスポットっていう名前らしくて、まああれがポツポツでき始めてから食うっていうのがね、まあ一般的だと思いますけど。まあ大体ほっといたら1日か2日で大体あれだな。なるからな。あ、多少黒いシミができたバナナが、消化にいいらしい。逆にそのシミ一つないバナナは、少し危険らしいですね。ああ。はいはいはい。ああ、なるほどね。ちょっと酸味あるもんね。バナナって。ちょっとさ、早めに食っちゃうと若干酸っぱいですよね。まあ、大体あんまり美味しくないから、やっぱ追熟させて食うっていうのが、いいとは思いますよね。これは美味しい。このキウイは美味しいですね、これね。はい。3、4、4、4です。ご視聴ありがとうございました。